あんた、マーさんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、行ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって？この辺りの湿地帯に巣くってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。商人に届けてやろう。クリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの属領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。